韓華ソ高級リゾットエバソンアナマンダラ移転で高級ビーチが南中部沿岸地方韓華ソニャチャンシー6と外区のスーンビーチにある高級リゾットエバソンアナマンダラは6月30日に営業を終了し、韓華ソにビーチを返還した。ローリゾットの戦場ビーチとして利用されていた、チャンフ通り沿いの海岸全長約400メートルの土地、2.8 ヘクタール及び海水面1ヘクタールは、ソが回収して高級ビーチに転換する。リゾート施設は取り壊さず、コミュニティの文化、社会的活動で利用する。土地と海水面は、1995年に芝、ソビコ変化に実施期間22年で貸し出され、1997年にローリゾットが開業、市中心部の将来なビーチを占有していたことから、村民の反発を受け、2010年にローソー人民議会からガムラム半島、北部への移転を求められていたが、12年経ってようやく移転が実現した。ローリゾットは7月7日、カムラム郡のカムラム半島北部、ウェンタタイン大通りにエバソンアナマンダラリゾットとスパの新名称で営業を再開する。総統局は、ローリゾット移転のために、ソビコ返還に土地29ヘクタールを割り当たってた。なお、ロー地方便利総統局も、クイニョン市のビーチにある高層ホテル3軒、ビンズン、ハイオウ、ファンへの移転を促している。